お疲れ様です。清正、いつからそんなに偉くなったんだ。総長に挨拶するときはその角度な。はい。お前がこれの主催？はい。誰だお前。さて帰ろっか、ケンチン。てめえらどこ中だこら。勝手に入ってきてんじゃねえや。お、いたいた。お前ら全員ここに並べ。うつ伏せな。東京卍会、やっぱり行かれてる。じゃあ行こっか。ちょっと待って。お？ごめん、今日立て込んでてさ。竹道くん、行こう。こんな人たちの言いなりになっちゃダメだよ。ああ、せっかく立ちになれると思ったのに残念。さて、どうやって死にて。知らねえよ。なんてね。バカだなぁ、タキミッチ。女に手出すわけねえじゃん。はぁ、どうする、パ。やる？東卍もただじゃ済まないし、みんなに迷惑かけちゃうから。んなこと聞いてねえよ。やんの？やんねえの？やりてえよ！ぶっ殺してやりてえよ！だよな。こん中にパーのたちやられてんのに、迷惑だって思ってるやついる？パーのたちやられてんのに、ひよってるやついる？いねえよな！メビウス潰すぞ！8月3日、武蔵祭りが決戦だ！8月3日。なんだよこれ、旗が立ってねえじゃん。え、俺はお子様セットの旗にテンションが上がるの。ほらマイキー、旗だぞ。さすがケンチン。どっから出したんだ。食ったらすぐ寝んの、いい加減直せよ。マイキーってやつ探してるんだけど知らねえ。お、マイキーくん。あ、なに？あの、マイキーくんだよね。うん、そうだよ。なに？中学の先輩が君のこと呼んでこいって。いいよ。え？お前の頼みだから聞いてやる。チーズ、こいつがマイキー。うっ。その瞬間、飛んだ。濡れてしか行動できない奴らが、何の用？俺が7章のマイキー様だ。お前4章のドラケンだろ。俺の友達になれ、ケンチン。